独特のエンジン音を響かせ走る可愛らしい車両、旧南部縦貫鉄道のレールバスです。製造から55年が経った今も元気に走っています。1年1年もう来年はもうできないかもしれないなって言いながら作業を続けていたので感慨深いものがありますね。運転休止から今年で20年、七戸にレールバスを残そうと保存活動に取り組む人たちを取材しました。作業する音が響き渡る線路、七戸町にある旧七戸駅、かつて南部縦貫鉄道の始発駅だった場所です。1962年に七戸ちびき館に開業した南部縦貫鉄道、1968年には野辺島で延伸し、可愛らしいレールバスが地域の足として親しまれてきました。しかし経営の悪化によって1997年に全線で運転休止に。その後の2002年、住民や鉄道ファンたちに惜しまれつつ廃止となりました。南部縦貫レールバス愛好会は廃止直後からレールバスの管理保存を行ってきました。営業当時に、ここの風景、走っている車両もそうですけれども、風景、八甲田の麓を走るような不思議な鉄道の魅力にはまってしまって、年に何度となく写真を撮りに来てたんですけれども、どこからそういう、バカな自信が出てきたんだかわからないんですけれども、これは自分が残そうっていうのもその時に決めていました。星野さんたちは南部縦貫鉄道に掛け合い、レールバスを保存することに。車両はスクラップ寸前のところでした。こうして毎年ゴールデンウィークに行われるレールバスの体験乗車が始まりました。旧七戸駅の構内、およそ800メートルをゆっくりと走る車両。独特の乗り心地は、かつての利用者にとっては懐かしさを、当時を知らない子どもたちにとっては新鮮さを感じさせます。県外からも多くの鉄道ファンが集まる、この時期の七戸の風物詩となっています。1年で一番きつい作業でもあるんですけど、まずこれが終わらないと春が来ないというか、始められない感じですね。営業していない線路は冬に積もった雪の影響で上下凸凹になってしまうこともあり、毎年春に行う点検作業は体験乗車の安全のために欠かせない作業です。発足当時2人だった会員は今では10人ほど。東京に住む星野さんを含め、ほとんどが県外在住ですが、月に1、2回、七戸を訪れ、車両や線路のメンテナンスを行っています。もちろん、毎回全員が集まれるわけではありません。結局2時間かかったね。今日は2人だからしょうがない。保存活動を始めた当時は、ダンプカー数十台分もの砂利を運んで敷き詰めたこともあったとか。好きでやってますんで。好きだったからできたんだよね。あんな砂利いっぱい運んでね。そう。朝から晩までね。仕事じゃできないことだったね。できないね。こうした点検作業もあって、ようやく試運転にこぎつけます。運転するのは当時の運転士。運転はプロに任せて、愛好会メンバーは運転しません。運転台にはクラッチペダルやシフトレバーもあり、まるでバスのようにシフトチェンジして走ります。このギアを変える瞬間の一瞬加速が緩む感じ、これがバスのような乗り心地がある鉄道っていうのがまさにレールバス。今やここでしか味わえない乗り心地なんですよ。レールバスもホームも当時のまま、まるでタイムスリップしたかのような錯覚も覚えます。
本来は15年から20年もすれば廃車になるものが、50年以上経った今も動いているのは、愛好会のメンテナンスの賜物です。壊れた部品と同じものがないために、設計図からオーダーメイドで作らなければならないこともあったとか。維持費や修繕費は常に大きな課題の一つでした。愛好会では直接の寄付は受けず、キーホルダーやノートといったオリジナルグッズの売り上げと体験乗車の会員証の収益を充てていました。そうした活動を続ける中で一つの転機が、2013年、七戸町が旧七戸駅構内とレールバスを町の財産として取得しました。修繕費の一部に町の補助金が使えるように。さらに一昨年には愛好会が一般社団法人となり、会社として部品メーカーに問い合わせができることになりました。最近だとバスやトレーラーの部品を流用することも多いそうです。やはり我々はマニアなので、原型にこだわっていたわけなんですよ。外から見てこの部品取り替えちゃったなっていう、そういうのが嫌だったんですね。でももう今はそんなこと言ってられないので、やはり安全ということを一番最初に考えながらやっていますね。少しずつ形を変えてはいけますけれども、レールバスはよっぽどこう、なんて言いますか、そういう小手先で直していくことではなくて、きちんと先々まで動く形で残していけるという道筋がついてきたかなっていうふうに思っていますね。保存活動を続ける中でもう一つ大きかったこと、それは地元の人たちの理解でした。この日はイベントのポスターを持って七戸町内のお店を挨拶回り。連休ですか？5月の、はい、5月連休です、はい、今回は4、5、6と5、6と。イベントを始めた当初は愛好会やイベントの説明をして回るのも一苦労でした。東京から来て変なのがマニアが来て何かやってるっていうのは、まあ、当然ですよね。まあ、それは一個一個説明して理解いただいて今があるので、まあ、それで20年なので、ここに町の方にはすごく感謝しています。もうちょっとスタイル良くなったんだ。少し痩せましただよね。痩せましたけど、もう20年やってますから、もう事実ですよ。確か前は今では町の人にとってもすっかりおなじみの恒例行事に。はい、天気に恵まれるといいですね。そうですね。はい、もう若い人はどうかわからないですけど、私ぐらいの年代の方は結構使われた方がいらっしゃると思います。そういうのがいつまでも残ってくれるっていうのは、そうですね、だからありがたいと思ってます。まあ、かわいらしいっていうか、ガタゴトガタゴトっていう音がね、すごく良くて、やっぱり嬉しいですよね。何十年も前のものがそのまま残ってるんですからね。今後の課題は、レールバスの集客効果を街のにぎわいにどうつなげていくのか。特に東京圏からの人をたくさんこの街に呼べてるっていうことでは大きいんですけれども、あとはここの、せっかくここに来てくださってる東京の方々に、こう街中に出ていただけるような、そういう仕組みを作れたなっていうのは、観光協会さんとか商工観光課さんなんかと一緒に考えているところですね。一昨年には旧国鉄から払い下げられたキハ104、元のキハ10も復活させました。今はまだ体験乗車はできませんが、この車両が動く姿を見られるのは全国でここだけ。貴重な車両です。当時の20年前亡くなった5月5日のままの状態で残っているのが今で残っているっていうことが、こちら愛好会メンバーの思いですね。在りの七戸駅の姿をこれまでも、そしてこれからもこの場所に残していく。やってる方が楽しくなければ、それって絶対見えてしまうと思うんですね。我々楽しいからやっているので、誰に頼まれてるわけでも誰かのためにやってるわけでもなくて、自分たちが楽しむためにやっていますので、ぜひその様子をですね、また見に来ていただければなと思いますね。今年のイベントは来月4日から行われます。4日は車両の撮影会、5日と6日は体験乗車が可能です。懐かしくて新鮮なレールバスに乗車してみませんか？